名古屋圭介は日本の写真家、奈良県出身、大阪芸術大学卒、絵の才能を生かして入学した大阪芸術大学では環境計画を専攻していたが、19歳の時に偶然知人にカメラをもらったことがきっかけで写真に出会う。単身と米し、スクワッターと共同生活をしながら撮影した体験が原点となり、それ以降、 被写体と同じものを食べて、共に暮らすというスタイルを取り続けている。その後、アジア各国をめぐり、2006年に写真集、エクスキューズ ME を発表。その後も写真集、スモーキーマウンテン、チカーノ、ザブラッド・オブ・リバース、ブルー・ファイヤー、シング・ユア・ウン・ストーリー、バガボンド・インド・クンブ・メーラ・聖者の失踪などをリリース。初めて国内を題材にした。 ファミリア保険団地では写真の会賞を受賞。2021年4月最新写真集オール発売。2015年にはテレビクレイジージャーニーに出演。普段と変わらぬひょうひょうとした口調で自分の珍しい体験をお話し、松本人しに今までで一番クレイジーやなと驚かれる。自身の撮影スタイルについて普段ずっとセーブしているものが感情が 全部豊かに出せる環境を作ってくれるような場所、そういう場所を自分なりに選んで撮っているというのはあるんでしょうね。あんまり自分の写真で世の中がどうとか、こんな問題がうんぬんとか、そういうの伝えたいわけじゃないんでね。それより、あ、こんなやついるで、とか、そういう撮影がしたいんです。自分はそういう物事の方が感動できるし、そういうものを見たいと思っているから。 と述べている。三兄弟の末っ子。幼少期はおとなしくて甘えんぼで誰にでも、可愛がられていた。ウエストサイド、エクスキューズ ME、チカーの、ザブラッド・オブ・リバース、優先、2009年、スモーキー・マウンテン、笑う避難所、ブルー・ファイヤー、シング・ユア・オン・ストーリー・山口・藤尾、ファミリア保健団地、バイス・メディア・ジャパン、2016年、バガポンド・インド・クンプメイラ聖者の失踪。 オール2017年ファミリア保健ランチ写真の会賞受賞。ありがとうございます。